これ何？ダンブラ様。このね、うん、あのチベットの仏画の、うん、この幕あれが幕があって埃よけの、うん、これを上げていってこれネパールの人とかは上手にこう上げていってねこう上げていってこうやるんだけど日本人はねそれがうまくできなくて結構こう微妙になっちゃってねでまた元戻るの。なんだ、できてねえや。まあ、これを後の人々は、漫画家のルーツさんの作ってる T シャツに合わせて、こうね、元に戻るっていう T シャツのね、デザインの元になっていたと。ね、何、結局、マクラーレン。マクラーレン、ホンダって言うんだよ、それを人は。ああ、もう傾いちゃったじゃないか、ぐちゃぐちゃだよ、もう。お、いいじゃん。いや、これでもまだなんかまくり具合が足りないよね。お、いい。絶対これじゃないはず、本当は。おお、これであのザンバラ。ザンバラ様だよ。毘沙門天様だよ。こっちは。タラ菩薩観音様だ。これは？お釈迦様だ。マッチある？ない。至急マッチを送ってくれと。何が出るかな？出たぞ。大戦、世界大戦。どんなおみくじだ？じゃんじゃん。必死無常度志願不満足性不上昇利欲人少年長へ主本拠し群無常度一生天に主人利権在公不祥無才等症状三公明交際主役難解非自営厳滅し公務安営即所悪道通達前週も放送上満足費用老実本日が集中起点公務無限一周回放送後再孤独法上大集中説法し四苦苦用意ストレブスク職種属本関連出場満足遺産概要尿不済の現地通達未封症感覚へ力投資最小村心眼若国家大西洋感動国省天人道不信妙計ナマンダーブ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 元に宿毒、平等性一切、同発母大神、王城安楽国、ナマンダーブ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 。というわけでね、まあ、なぜチベット様式では法音公演の気持ちが多いでしょうけどね。西川和美先生からお貸しいただいた、ね、チベットの西川先生が送ってくれたんで、ね、まあ、あれですね、もう、トランプさんがね、日本に来日して、八乙女組さんを助けようという話になってきてますけど、まあ、チベットもパンチェンの少年と、モンゴルは、モンゴルはダッシュさんだったとかな、あとウイグル、各地の中国でいじめられている政治犯たちがね、みんな釈放されることをね、心に願うわけで、トランプ来て、ノーノートランプと言ってる人がいるけど、まあ、それはまあそうやけど、なんか北朝鮮との戦争反対ですとか言ってね、こう戦争反対で T シャツ着てるけどね、もうまあ、その前に、なんか、
ビッグボーイのね、なんかビッグボーイ言うたらファミレスみたいやけど、まあ、あのビッグボーイなんとか止めたらええのにと思うんですけどね。お願いだから、あの暴れん坊将軍にならないでって書いてね、T シャツ着たらよかったけどね、もう。でも誰も着てない。ただ知ってほしいのは、かつて満州国を日本が包んだ満州人と共に作った時に、傀儡政権だと人々は言うだろうけど、その時教育を受けた満州、漢、蒙古の、蒙古族、モンゴル人たちが、後に内モンゴルでいろんな学校を建てたりするに活躍して、日本式の教育が行われて、モンゴルがもう一つの台湾になれたかもしれないということが過去にあったという歴史、それを垣間見て、日本人はかつての先人たちに、何を学ぶことができるだろうか。ただいたずらに過去を悪いものと決めつけず、未来にどう生かしていけるか、それがこれからの山口、いや日本、いや世界、いや宇宙、いや M37 星雨ロタンマン会というわけで、そこまでいろいろなんか使われていくかもしれない。